双発の軽飛行機に装備されている6つの基本的な計機。左上から時計回りに、待機速度計、姿勢指示計、高度計、昇降計、方位計、傾斜計グラスコックピットの例6つの基本的な計機が一画面に収められている航空計機とは航空機に装備されており、機体の各種情報を操縦士に知らせる機器のことを言う。 気圧高度計大部分の航空機には、次のような計機が装備されている場合が多い。姿勢指示器待機速度計時式コンパス飛行方位計、スリングスビ BT67C の計機、ベーシック T 配列計基盤部分の拡大。左上から時計回りに、待機速度計、姿勢指示計、高度計、昇降計、方位計、傾斜計1953年頃以降に、 製造された航空機の大部分では、4つの航空計機がベーシック T と呼ばれる標準的な配置で設置されている。姿勢指示器は中央上に、待機速度計は左に、高度計は右に、飛行方位計は姿勢指示器の下である。残りの2つ、旋回ずり合計と昇降計は、通常は待機速度計と高度計の下にある。磁気コンパスは、 景気板の上、風防ガラス中柱にあることが多い。夜間航行のためには、照明が必要になるが、もちろん装備されている。景気板には景気切り替えスイッチ。複数の箇所から送られてきた情報を選択する、切り替えスイッチに位置を示す。文字景気板全体の照明が必要となる。晴天、曇り、日出、日没、夜間と、 明るさの条件が大きく変化する危害へと注意を払っている操縦者に適切な明るさで景気指示の読み取り及び操作ができなくてはならない。景気と景気板の照明は広い範囲で照度調整が可能となっている。以下にその種類を示す。航空機の安全、信頼、経済性は景気のみが追うべきはないが、その恩恵は極めて大きいものである。 ケーキを使用するだけではなく、ケーキの指示が意味することを的確に判断し、運用できる人がいて、初めて達成できるものである。航空ケーキは、技術の発達により常に進歩しているものであり、航空従事者はそれら全般の知識を持つことが要求される。また、知識を持っているがために陥りやすい不要因な取り扱いなどは現に慎まなければならないと言える。景気を知るには、 装備される航空機の処計等の内外部構造や機能、運行に関することにも関連がある。処計等に関する理解や運行に関する知識も要求される。景気自体も電子景気電気ケ器、機械ケ器、ジャイロケ器などがあり、当然のことながら取り扱いに関する知識も必要である。検査、修理、試験。 二次に関しての作業にも精通していることが望ましい。日本の航空法では、景気の修理は、航空機の大修理に該当する重要な項目である。このような広範囲の知識をもって、初めて景気の保守ができるのであり、安易な保守などは現に慎まなければならない。航空ケ器に用いられる外箱の種類には主に一家のものが用いられる。航空ケ器の場合も、 一般のケーキと同様に製造者が製品に対して責任を持つという観点からケーキのある部分に対して封印を行っている。整備調整の資格のないものが不用意に触れることは航空機の安全上を極めて大きな問題である。一般的にネジ部分の頭に樹脂や塗料で封印を施されることが多く、これらの封印を外さないと内部が触れないようになっており、 安全性の確保と注意を喚起している。ありがとうございます。